the Crown, Japanese government, and conquest with a pride only in Japanese empire. Lady guests on the Congress of the Japanese government have called, where the pretend finishing soda the world was the gift. Where may I love you, marathons make love one to the bed. Now, ladies and gentlemen, I like sushi, Massachusetts, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Coca-Cola, McDonald's, Lockheed, Gigoku. Oh, I watch a visiting Kyoto. 昭和20年8月14日の御前会議はボツタム宣言受諾を決定。8月30日、松笠元帥薄木に到着。そして9月2日にはミゼリー号の艦上で降伏文書に調印しました。昭和21年、敗戦で虚脱状態にあった人々の胸に明るい息吹を吹き込んだ歌、戦後ヒット歌謡の第1号、それが産後の歌だったのです。赤い珊瑚に顔面ぶつけ黙って潮吹くマコクジラ珊瑚は何にも知らないけれど珊瑚の毛虫は目でわかる珊瑚乾いた珊瑚終戦によって我が国ではあらゆる分野で民主主義が叫ばれるようになりました。放送の民主化のきっかけは皆さんご存知の素人のど自慢合戦でしょう。ご機嫌いかがでしょうか。日曜日のお昼、今日は東京の第一スタジオからお送りいたします。伴奏はピアノが浜地正夫さん、アコーディオン河合英才さん、三味線が下野貞子さんです。お待たせいたしました。最初の方お願いいたします。1番黄昏のお愛航路。われたわけにおかでおわいで船の声のかうれしほうたそがれのおあいころ。敗戦後の植民地的な社会環境から多くの植民地家族が生まれました。赤木静子という武器の女王を得て成功したのがこの歌でした。入院ブギブギ頭ズキズキ体ズタズタボロボロつま先から響くわ入院ブギウギ怪我の痛みと病気の痛み包み乱れ骨折早く治そう怪我と病気のデパート。一方こうしたジャズや植民地流行歌に飽き足らない自覚的な労働者たちが健全な明るい働く者の文化を取り戻そうとして歌声運動が起きたのです。そうですね、やっぱり同じ職場で働いている者同士といいますかね、やっぱり労働者なわけですよね。その中でせっかく集ったんだから歌うこと楽しいんじゃないですか。うん、まあいろいろありますからね、働いてると。
まあ、だから解決する問題とかね、それから我々でなんとかしなくちゃいけない問題、いろいろあるわけです。でなんか意識のね、そこの方でつながっていたいという感じがやっぱりあるわけですよ。そういう時にね、何を持ってくるかというと、やっぱり歌じゃないかと思うんですね。それはもう女性も男性も同じだと思うんです。仲間ということでね、やっぱ一緒に歌い続けていきたいという感じが、それはありますね。パンジャンの腕まくれば、お注射の時必要ないけど、打てば保険入る。必要ないけど、打てば保険入る。さらに歌声運動は、歌は戦いのもとのスローガンで、ロシア民謡風なものから労働家革命家へと進展していきました。こうした運動とは別に、ハワイアン出身の相田勝彦の明るいこの歌も忘れられません。お旧小僧は男い、男らしくて強情で、燃えるモングサを背に背負って、じっと我慢の伴奏を平気なようだね、火事のよう、ああ迷子とほらこで大胆な気飾る。昭和29年は例のおかみさんの大流行の年です。このおかみさんブームは、ブギウギのあの狂乱状態に似て、沖縄民謡のリズムに乗せられて日本の全民衆を踊らせたのでした。土手ら葉を追ってみこしをこつぎ、あだんな姿のアライグマ、死んでほしいおかみさん、生きていったとって子供亭主も仕分け取りだよおかみさん、餌をあやなの。この昭和29年というのはどういうような年だったか、ちょっと考える必要があると思うよね。やっぱり20年代の一番最後の年でもあってね、やってきたことにふとした余裕というものが出てきて、大した余裕はないよ。今みたいにね、車乗ったりみんなね、竹のごとく出てきたり、そんな余裕はないけどね、ふとね少し振り返ろうやないかって気分が高まってきたしね、いろんな経済の政策もね、この時を転機にして変わってくるんですね。いわば現在の工業化社会の一番の反省のした年、区切りの節目の年だったんですね。そんな時にね、おかみさんという歌はね、流行ったということはね、こういうね、日本の伝統的なものをね、ちょっと振り返って、それに息とかね、それ感じて面白いなというね、心の余裕ってものができてきたと思うよね。で振り返ってね、考えてみればね、今ええ時代ですよ、それ。日本にとって一番ええ時代ですよ。防衛問題もいろいろ考えんでもいいようなことになったけどね、何の努力もなしにね、これだけね、防衛問題ね、語らないし、平和な国は世界中ありませんよ、それは。どこ行ってもないですよ、それは。何の努力もなしにね、平和が勝ち取れると思ってる日本人、これ僕はもっと国民にこれ訴えたいんだよね。ちょっと長すぎたかね。グラグラかまがまかか、本部が来るにドアを変えた、おいのほい、そこから小次郎が見えるかい。でも
ってきて、こう5年5ヶ月くらいになるんだけどもね、仲間はついたっすよ。うちの佐護の署から6人とね、隣村からまあ7年ぐらい来たんだけども、今付き合ってんの2人だけだね。あとどうなったかね、東京にいるけど川崎に今2人いたということ聞いたんだよね。何の頼りもないっすね。まあ敗退にいいと思うけどもね、それぞれの環境でやっぱりやっていくしかねえと思うんだよね。で都会出てきて何が良かったかっていうと、まあ何にもないわね。田舎帰ったって兄貴頑張ってるし、そんなみんな食っていけるだけの田んぼもねえわけね。ボタン2つぐらいか、そのまあ麦とかいろいろ作ってないね。親父まで、まあ、こういう、ね、幸せというのか元気で働いてるか、まあ、帰りグループだ帰れないとか、まあ、だって死の席は座る席もないということなんだよね。それでまあ、まあ、そんな仲間いて消息つかみ合ってね、それで東京って本当恐ろしいとこなんだよね。これって騙されるしね、そんななんで対抗していくかというと、みんな集まるしかねえんだよね。すでがここで求婚の会あるっていうのをね、職場の懇談会で聞いてね、それでそこに集まろうって言ったら、まあいるわ、いろいろね、偶然に中学の同級生あったんでね、三つ子っつうんだけどね、ほっぺの赤い可愛い子だったんだけどね、これもいろいろねあって、まあこんなこと言っちゃなんでなら、売春してたって事実もあったんだよね。それでまあ今足洗って事務してるけどさ、まあ、みんなそう肩寄せ合って一人生きていこうってまあ使い合ったんだよね。だこれだけでもねだいぶ違うんだ。で俺の会社の寮にあるんだけど、壁にね原稿の跡が3つあるさ。これ一人寂しくてどうしてこんな目合わなきゃいけねえんだと思って、悔しくて壁つついた原稿の穴3つ開いちゃって、まあ小さいのもあんだけども、やっぱり一番悔しかったのは3回あったしね。でまあ三つ子、まあ、また三つ子の話なんだけども、いろいろ話してかわいそうでね、お茶飲んだりなんかしたんで、今度結婚することになった俺と。都会へ出てきた農村の青年の心を歌ったこうした民謡調の歌のヒットが昭和30年代前半の特徴といえましょう。こうした民謡調とほとんど並行して流行していったのがトランク堺に代表される都会調歌謡曲でした。もう私悪様だけです、他じゃ持てない、もっと抱いて、フルーツおしんことってもいいね、あ私が好きだと好きだと言って、顔さえまともに見なければ車も買いましょう、東京ホストクラブ。もう我慢できないぜ、このままじゃ、このままじゃ兄貴のラジオ組はぶっ潰されるに決まってるんだ。俺はやるぜ。待ってくれ、止めないでくれ、待ってくれ。俺は一人でもやるぜ。あのテレビ組に乗り込んでいって叩き潰してやるんだ。テレビのドラマ、ヤクザのドラマ、ドラマが始まる。We love ヤクザ、レンガ通りにテレビを叩き、ブラウン管も吹っ飛ぶぜ。この野郎、かかってこい。最初
緒に行ってるわ。フルフジテレビあっとジミーチャンネルだ。チキショーマーショーやったな。4だ6だ8だ10だ面倒だ NHK だ。太陽の挫折で茶川賞に輝く牛原金太郎の弟牛原虎次郎の颯爽とした銀幕デビューは戦後日本映画の一つのエポックでもありました。そこへ突如として巻き起こったのがあのロカビリーブームでした。僕とは水に入れ周りの人は茹でるけど茹でても生でも構わない。僕は君を包むだけ割っても君を離さない。一生の中までついてゆく Oh please やってるじゃん、ね、みんなも乗ろうって感じでねガーッと来るんだ。それ今まであったあったそんなものなかったろ。だから当然だよね、みんなとやってるんだ。うん、それでいいの。うん、女の子夢中になってるってそうよく分かんないけどね、まあ、いいんじゃない。震えて失敗したことも「あの子なんだ」「だってさ何しろ初めて見たもんだから我慢せずにはいられなかったんだ」「でもさでもお父様だって知っているんだ」「おいらだって悲しくて泣いたんじゃない」「きっときっと失敗したからなんだよ」母は何でも知っている、癖も体も知っている、可愛いあの子の内股の小さな青い丸いあざ、日暮里のこけしを握って眠る、これでアパートは『ロカビリー旋風』が吹き荒れて数年後には全国で100万台だったテレビが一挙に2倍に増え、日本人の生活にテレビは切っても切れない必需品となっていたのです。ちょいと石鹸目のこれ貼って貼らめヘケンのマンニエラホッコメザケヘンガネラケルソのクメハテコノネケモノズタクネクサメチャチャイジェスガチャエルケノマロエタネアホレイセケセケメカヘタセケメカヘカメセケセケメカヘタセラセラセケメセメセメカヘタセラセラセケメセメレセケマネタセケマケタテレビの普及で一躍人気者になったクレンジングキャッツ、そのメンバーの一人無節操男梅木愛しも忘れられない存在でした。あそこは藤山ママやってきたのはノータリン、山は白金空青く本当だよ歴史だよ、マイ藤山ママノータリン。冬山ちょっかい出したけど雪解け水流れそのまま流れてあの夜雪山中の噂前藤山ママノータリン。
たり次第に登り詰め遭難しちまった。そしたら川で溺れてだらしない僕がバカだって、ひっくり仰天有頂天コロリと行かれたよ。マイク藤山ママノータリン。だったって本当にね、テレビの初期語れって言ったらね、ほんといろんな話なんだけどね、その当時やっぱね、ポップスが流行ってね、これで、ね、新しかったの、今で言うとナウね。俺はもうほとんどジャズしか聴かなかったけどね、ポップスだったらほんといいじゃない。で、結構乗ってやってたんでね、俺もやったらテレビに出ろって、俺なりたくてなんかなったんじゃなくて、もう今から言われたもんでね、嫌なの田様とかなんか言われたもんでね、出ちゃったらこうなっちゃったんだ、ほんとに。狭い店からあいつは出られない。どこかで札が見てたらどうしようかと震えてる。ねえねえみんな、なぜだか教えてあげようか。それは捨てて小腹巻きダボシャツスタイル今日初めて来たのさ。一丁前に揃えたテキヤのスタイルダボシャツのお兄さん。それでは発表いたしましょう。昭和37年第4回日本アルバム大賞は、アシユキオさん、いずれも梅尾に決定いたしました。星よりの使者を月光仮面だ。あの子はいつも聞こえる寂しい頭に完全緩んだこの頭。イカは飛ぶ飛ぶ、お餅は逃げる。いつでも梅を、いつでも梅を。星よりの使者は。昭和34年に生まれたアルバム大賞は、歌謡界始まって以来の本格的な表彰制度として、やがて各方面から注目されるようになりました。この芦幸雄とともに30年代後半御三家として絶大な人気を博したのが宇牧一夫、そして西城輝彦。続けてお聴きください。肉は僕のさ。
最後の15トリリオを始まっちゃうじゃないかよ。やばいぜ、まだ来てないのに始まっちゃった。大丈夫よ、きっときっと間に合うはずですよ。参ったな、こう車が渋滞しまったな。よし、走っていくか。やばいぜ、やばいよ。あ、バカ大将だわ。師走だな。僕は12月になるといつも師走なんだ。いいだろう。健康なスポーツマンタイプの男性葉山雄三の登場で日本も一気に健全ムード、そしてそのまま東京オリンピックに突入していくのです。